またしばらくは官能同期率を上げる必要があるらしい、あるようだな。官能領域の奥には私が求めている答えが待っているかもしれない。このまま続けよう。かしこ。いけるカルル、準備はできたようだな。次の官能領域に進んでみよう。ゴーちゃんと考えてる思うけどな。3回目の接続だよ。もうルルも慣れてきたかな。今のところ順調だけど、震度が上がるにつれて少しずつ危険性も上がるから気をつけて。ところでルル、昨日徹夜になっちゃったから今日は早めにご飯をお願いしたいなーなんて。まあ2人とも頑張って。俺も頑張るよ。すぐ徹夜すんな。やばすぎ、息するように徹夜するやん。体ボロボロなるて。気ぃつけろよ。官能領域への接続完了しました。お二人ともお気をつけて。うん、だいぶ慣れてきたな。記憶の結節を探そう。出た。まさか師匠と別行動をとっている最中に不意打ちされるなんて。パイのみんなともはぐれた。生き残ったのはまさか私だけ。私一人じゃオランの船まで戻れない。ここまでなのかな。ルル、ルル、聞こえるか。師匠。これはミッション中に遭難した時の記憶か。そうだ、あの時師匠が助けに来てくれて。めっちゃ大事にしてくれてるやん。そんな風に見えんかったのにな。わからんもんや。師匠、民のみんなは。生き残ったのは我々だけだ。そうですか。せめてみんなの弔いくらいはしませんか。必要ない。この状況をどう切り抜けるかを考える。そうだ、弟子や仲間が死んでも師匠はいつもこうやって平然と振る舞っていた。うん、そこで自分が死んだらその仲間も無駄になるとかじゃない。仲間の死が無駄になるとかさ。食事だ。食える時に食ってる。師匠が作ってくれたんですか。ありがとうございます。いただきます。え？どうした。まずい。何ですかこれは。おでんという料理だ。貴様、俺の故郷の味が気に入らんというつもりか。おでんとはもっと味わい深くて、いろいろな食材の旨味を楽しめるものでは。やかましい、文句を言うな。食えるだけありがたいと思え。師匠料理下手なんか。思い出した、師匠は料理が壊滅的に下手だったな。可愛いとこあるやん。まあ、料理できる風には見えへんしな。何？武骨な感じやろ。食えりゃいい系か。それ食って師匠何も思わんかってんな。まあ、持ってきてるいうことは自分は食べてんねんもんな。うん、出た。教わったことがあるから、私が必ず
師匠に美味しいって言ってもらえる料理を作ってみせます。だから。なんだ。もし上手にできたら、一つだけ質問に答えてほしいんです。俺に条件を突きつけるか。何が知りたい。師匠は死んでいった仲間や弟子たちのことを覚えていますか。知りたいのなら口にしたことを守るのだな。そうだ、この時に私は師匠と約束を。バランの頃から料理作っててんな、知らんかった。ルルさん、接続強度が不安定になってきました。一度起動してください。今はここまでか。仕方ない、戻ろう。ある意味それを聞くためにっていうのもあったやな、料理うまいのは。師匠は極東という地域出身だったんだ。そこに伝わるおでんという料理を私に振る舞ってくれた。師匠の作ったおでんは美味しくなかったかな。まずー言うてたもんな。そこで私は師匠を納得させるおでんを作る代わりに、ずっと聞きたかったことを聞いてみようと思ったんだ。死んでいった弟子たちのことを覚えているか。普通に聞いてもちゃんと答えてくれないだろうと思ったからな。とはいえあの師匠に条件を出すなんて、我ながら勇気のあることをしていたんだな。だから料理上手になったんか。いや、だからというわけじゃないんだ。あ、違うの。確かにバランには同じ死を仰いだ仲間たちがたくさんいた。だがあの港は弱肉強食を体現するような港だ。言うてたな。同じ弟子でも周りにいるエイジたちは全員互いの足元をすくい合うライバルでもあった。正直信頼できた相手はほとんどいなかったよ。だいぶギスギスしたあれやってんな。だがそんな中でたった一人だけ私には心を通わせた姉弟子がいたんだ。その人が私に料理や家庭的なスキルをたくさん教えてくれた。私が師匠に確かめたかったのはその人のことなんだ。なるほど。ただその話をするのは少し待ってほしい。私にとっても心の整理が必要な話だからな。まあそらそうやもんな、もう亡くなってんねんもんな。結局それっきり師匠に手料理を振る舞う機会はなかった。もう随分と古い約束だが、果たせなかったことはやはり悔しいな。今からでも遅くないんじゃない。まだチャンスはあると思うよ。この先の未来で約束を果たす。そうか、その可能性だってまだ残されているものな。ありがとう。約束を果たす方法がないか少し考えてみようと思う。なんか今までめっちゃ殺伐としとったけど、姿勢愛がなあ、ええ感じやん。おっさんのやつだいぶ重いけど、なんかまだ優しい感じがするわ。どうやら次が官能領域の最深部らしいな。引き続き官能同期率を上げていこう。だが師匠との約束のことが少し引っかかっていてな。私はこのままでいいのだろうか。いや、やろう。あかんことあるか。ルル、決心ついたか。
少しいいか。実は官能領域の最深部に向かう前に付き合ってほしいことがあるんだ。やはり師匠との約束、美味しいおでんを作るという約束を果たせなかったのが心残りなんだ。少し遠出になるが、凍結プラントの中に各地の食料が眠っているはずだ。おでん作りのためにそちらを回収に行きたい。同行してくれないだろうか。おー、敵おらんやん。個人的なことなんだが、少し付き合ってほしい。エイミーやイルダにも許可はもらっている。この前の話で少し思ったことがあってな。いくつか欲しい食材があるんだ。都合のいい時でいい。よろしく頼むと。わかった。美味しい言う思うけどな。何作っても美味しい言う思うぞ。凍結プラント内で保存されている食材の回収が目的となります。うん、回収後キャンプにて食材を確認した後に船へ起動していただく流れとなります。すまないな、個人的なことに付き合わせてしまう。いや全然、お気になさらず。オーナーの許可はいただいています。うん、それに船に美味しいメニューが増えるなら、それも重要な任務ですし。ありがとう。では行こうか。おそらくここなら貴重な食材も新鮮なまま眠っているはずだ。うん、 あれか、光ってるの見えたわ。これな。はい、あったぞ。思った通りだ。よし、この調子で残りの食材も探してみよう。わかった。とりあえずなんかルルについていくわ。俺わからんから、場所とかもう見当つかへんし。はい、ルル早っ。ん、あれ、はい、そこにあの、ああほんまやほんま。この食材も使えそうだな。予想外に掘り出し物が多いな。うん、なんだか楽しくなってきたよ。案内してや。俺わからんで。そっち？あ、これか。おとき？いいぞ。この食材があれば旨味も引き立つはずだ。うん。腕の見せ所というやつだな。楽しみにしていてくれ。いや、お前やっぱややこいわ。ルル別のとこ行ってんなこれ。おい、早くたわれ。いて、ここにはないのか。なーい、え、あるわ、これや。この食材も使ってみよう。うん、少しずつ具体的なイメージが浮かんできた。できるぞ、美味しいおでん。ええやん。あ、これか。あった。必要なものは全て揃ったな。上々の結果だ。うん、めっちゃ探したわ。食材の確認をお願いします。完成を楽しみにしていますね。ルルさん頑張ってください。ああ、ありがとうエイミー。よし、早速集めた食材を使っておでんを作ってみよう。うん、うまくできるかわからないが、お前に味見役を頼みたい。お願いできるか。もちろん。いや絶対美味しいやん。もう食べる前から分かってるわ俺は。美味しいって知ってる。